はい、始まりました。アトリエ心チャンネル、司会のマーシーです。カズノシンです。よろしくお願いします。で、今日はですね、エガちゃんの性格を見ていこうと思って、はい、そうですね、エガちゃん。で、はい、まず今日の、動画の構成なんですけども、構成としては3本立て3本立て、はい、はいはいはい、OK です、OK です、はい。で、1つ目が、性格を占ってみた、で、2つ目が、今年の運勢はどうなのかっていうのと、3つ目ですね、3つ目が、うちでは大運鑑定というのがありまして、大体10年スパンで見る運勢なんですけども、その大きな流れの運勢をやっていこうかと思います。わかりました、はい。じゃあ早速やっていきましょう、はい。じゃあ、性格ですね、はい、性格はですね、結構職場型っていうタイプなんですよね、はい。ですからやるときはやるっていう星なんですよね。なるほど。でエネルギーもすごいあるから、なんですかね、行動力はあります。そうなんですね、はい。仕事もね、結構真面目なんですよ真面目なんですね。あ、真面目ですよね。一回なんか、もう体張ってたすごいのが、なんか水中で、はい、何分息止めれるか、水の中に潜って何分いられるかっていうので、4分ぐらい、すごいっすね、潜ってた。すごいっすね。その時に 何か番組のなんか収録をかけたなんか戦い、そこで対戦して負けると次からも出られないっていうので最悪です。その番組でなんか対戦相手が結構なんか長くて、でもエガちゃんがもう4分以上の潜らないと勝てないっていうような状況で、そうなんですね。でもなんか意識薄れてるんじゃないかっていうぐらいなんか危ない撮影だったのを覚えてますかね。それで勝った。それで勝つ、すごいですね。本当伝説ですよ、彼はですね、で、結構無茶もするようなタイプですよね。やっぱ真面目だから、そこでしかやっぱりやっていけないって思ってるから、やっぱそういうことをやっていくのかなとは思ってますよね。結構体見たらですよ、結構締まってるんですよ確かにそうですね。真面目だと思うんですよね、あれだけできるっていうのは。なるほど。最近なんか3点倒立じゃない、なんか倒立少なくなったなとは思うんですけども、体力的にやっぱり年かなっていうのは感じますね。それはありますね、前ほどなんかこうなんか体力的に落ちてきてるのかなと、はい、まあ性格としてもちょっと話ちょっとそれちゃいましたけど、はい、性格としては真面目で、やっぱ責任感も結構あるからですね、あと、子供っぽい感じがあるんですよエガちゃんといえば、はい、最近はもう YouTuber ずっとやってますけども、最初のこのエガチャンネルの文字も衝撃的でしたね。あれでしょ、筆をお尻で書くみたいなやつでしょあれは結構あれ男の人面白いと思いますけど、そうですね、女性見ないですよね。女性見ないですね、まあでもそれでやっぱこう勝ち取っていく感じですからね、なんかあれお昼のなんていうかな、タモリさんの昔ですよ、いい笑っていいと思うでも結構出入り禁止だったらしいですからね。なんかあ、そうなんですね、なんか、やることがすごいなと思いますけど、確かにそうですね、私は好きですよね、そういうのはですね。そしたらですね、はい、2つ目の項目に移りまして、今年の運勢、今年のどうでしょうか。今年の運勢は、あんまりいい年ではないですね。そうなんですか。はい、去年から結構こう良くない年なんですよ。なるほど。何が良くないかって言ったら、はい、体、ね、健康状態があまり良くないかなと思います。そうなんです、ね。はい、去年体調を崩してる可能性が高いですよね。でやっぱりなんですか、今年も、ね、意外とこう人間関係とかも、はい、なんかこう注意って出てますから。そうなんですね、はい、
なんか YouTube 見る限りではなんか成功して、はい、結構登録者 もうすぐ100万人とか。ああ、まあ確かにそれはありますけど、うん、その離れる人とくっつく人っていうのは、はい、なんかこう今まで一緒にいた人がどんどん離れていくような感じですよね。へえ、うん、そうなんです、ね、うん、そういう年っていう、そういう年になってますよね。ああ、そうなんです。今年と来年はもう良くないですよね。来年も良くない、ね、来年も良くないんですか、はい、だから人間関係大事にすることが一番かなと思いますね。なるほど。だから YouTube でこう盛り上がった、はい、盛り上がるじゃないですか。そうですね、はい、でそれをやっぱりその自分だけのためじゃなくてこう周りの人のために何かしてあげれば、そのそういう役としてのは多分こう解消できていくんじゃないかなと。還元していくって。そうですね、はい、お金今年たまらない年だから。そうなんです。もう使ったというか、まあその、うん、周りにその還元した方がいいかなとは思いますね。うん、そしたらですね、はい、最後なんですけども、はい、大運、はい、大運は、あまり良くないかな。良くない、良くないですよね。うん、まあなんだろう、健康面とか、はい、体の方気をつけてた方がいいかなと思うんですよね。はい、あんまりこう伝説を作るんだったら、はい、まあ無理ない伝説にしておいた方がいいかなと思うんですよね。酷使しすぎない方がいいなとは思いますよ。うん、まあ、ほんとここ、49から59か、49から、69の間っていうのは、はい、その10年っていうのは結構こう、なんですかね、体に変化が起きやすいような年だからですよね。だから、ほんと体調管理とか、多分今までこう積み上げてきたこう体の弱い部分っていうのが出てきやすいかもしれないですね。特にどこ気をつけたらいいの？泌尿器とか腎臓とか、腎臓、うん、ちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。お酒とか飲むかとかどうなんですかね。お酒もですけども、食事の方はしっかり気をつけた方がいいかなと思いますね。じゃああれですね、大食いとかやめた方がいいですよね。大食いとかやってるんですか。いや、やってないですよ。もしかしたら今後やるかもしれないですよね、YouTube 的に。まあやめた方がいいでしょうね。あと最後に、はい、最後まあ結構こうゲーマーの、あ、ゲーマーなんですか。ゲーマーってゲーム好きなタイプ、そういうの好きな星でもあるわけですよ。あ、そうなんですね、はい、だからまあそういうこうゲームの配信動画とかもこうエガちゃんの見てみたいなっていうのがあるんですね。なるほど。うまいかどうか知らないですけど、うん、どんなゲーム知ってるんですかね。ファイナルファンタジー、ロールプレイングゲームとか、そんなの聞いたことあるんですけど、全然イメージにはないです。ないですよね、はい、ちょっと専門的なことですけど、気づかんとか食人って子供っぽい星がある人ってーゲーム好きになりやすいですよね。確かに、うん、そうかもしれないですね、はい、もう私が見る限りはもう大体その食人気づかんが多い人はもうなんかゲームよくする話、ゲームとか漫画ですよね。そうですね、大体そこら辺に落ち着いてますよね。確かに僕の周りの食人の人とかもそうかもしれないです。だから、まあ、まあそれはそれでいいのかなと思います、ね、趣味があって。確かにそうですね、うん、ただまあそのゲームでも漫画でもその知識を広げていければいいのかなと思うんです、うん、今のゲームとかその漫画とかってすごくこう知識広げれる内容をいっぱい書いてるからですよね。もうe スポーツで、あ、そうそう、はい、これからの社会はそういう社会になっていくからですね。なんだろう、まあこれからもちょっと頑張ってほしいなとは思いますよね。あ、そうですね、なんもないです。なんか僕からは私からもないです。ないですね。そうですね。そしたらこの辺で締めます。締めても締めましょうか、はい、締めた方がいいんじゃないですか。そうそう、はい、そしたら今日は、はい、これで終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ではチャンネル登録もよろしくお願いいたします。高評価と通知ボタンも押しておいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。